人気グループキスマイフット2の北山宏光が29日放送の日本テレビ系バラエティ踊るさんま御殿5・8時に出演する。オープニングでは8月いっぱいでグループを卒業する北山に MC の明石家さんまが何ちゅうタイミングで来んねんと困り顔を浮かべる。さらにどこまで答えられんねんと聞くと、北山からある提案が。これをきっかけに卒業をどうすんねん、さんま卒業はどういう理由で、南果歩と質問攻めにあってしまう。